うわ外見える、なんという熊本城じゃん。すごいね。こんにちは、こんばんは、おはようございます、おやすみなさい。ソーシャルディスタンス。今日はちょっとサタビーにまだまだやってまいりまして、今回の目的地は熊本でございます。で、今回の旅の最大の目的地は、はい、カンデオホテル熊本に行かせていただくと。サウナが素晴らしいらしいのよ。だから今回はそれを体験してカンデオホテルに泊まるという大型の保険に入ってる状態です。で、そのカンデオホテルを楽しんだ余白は何するか全く決めてません。おー、なるほど。なので、はい、その辺どうするかは相談しつつ、とりあえず腹はめちゃめちゃ減ってんのよ。もう減ってますね。朝から何も食べない状態で、はい、今昼、はい、12時なので、まあ、普通ここで普通の考えとしてはさっき飯食うでしょ。はい、違う。違います。え、まずはカンデオホテルのサウナに入りに行きます。飯食う前に、はい、ほんですっきりさせて荷物をこうええ感じに置いたりしながら、はい、熊本の街に出るという。なるほど。ペコペコの状態だ。いや、お前ワンピース読んでへんやろ。え、ワンピース読んで。僕ワンピース読んでないですけど、なんかポーズしてるからなんとなく俺も。いやいや、誰を意識してんのよ。俺はこの人です。この人って言うなよ、ゾロのこと。あ、ゾロって言うんですか。俺が誰意識してるか分かる。いや、突っ込めよお前。いや、高橋さん今日トラファルガーローが着てそうな上着着てますねって言うてくれると。わからないって。わからんって。じゃあ行きましょう。お願いします。カンデオホテル着きましたよ。はい。めちゃくちゃ綺麗じゃない。すごいっすね。高級ブランド店みたいな。うまいな。結構最近できたばっかりやね。で、ここのもうサウナがめちゃめちゃいいということなんで、早速やで。うわ、めっちゃ、何これ、もういい匂いする。めちゃくちゃいい匂いする。なんなん。うわー、すごい。うわー、え、めっちゃいい匂い。何の匂いですかね。ピーチか。ピーチ。アホみたいな顔してたもん。誰がアホみたいな顔してんすか。うわー、ここも一個一個のこのデザイン、お前な、これ何かわかる。ダーツの的ですか。ちょっと京都のね、で、わからねえのかよ。わかる。だいぶ振っといて、違うわとか突っ込んどいて、わからねえのかよ。うわ、お母さんすいません、来ちゃいました。お待ちしておりました。めっちゃ綺麗ですね。全然違うじゃん、どでかくて。どでかい。あ、すいません、すごいわ。すごい、これは。ここの階に風呂あるんですか。あります。あ、そこや。あ、もうすぐだ。あかん、見たすぎる。これだからどうするかなんですよ。一旦部屋にチェックインさせてもらって、荷物を置いた状態でもう風呂入れるようにして来るか、もうそのまま今見に行く。先見ます。一回見ようか、はい、このまま。うわ、邪魔します。うわ、これはすごいよ。男性はちょうど先ほど清掃ありました。見ていいですか。綺麗。うわ、めちゃくちゃいい。じゃあちょっと失礼します。うわ、広っ。すごっ。うわ、内湯。うわ、おい、サウナがあれへんやないか。話が違うじゃないか。どこにあんねや。こっちは露天風呂。え、ちょっと、熊本の空からの
露天風呂。そしてということはこれは、うわー気持ちいい水風呂。水風呂で、はあ、二重扉。うわうわうわめっちゃいい。外見える。めっちゃいい。なんというメトス行きのサウナストーブ。これもしかして上見てください、オートローリューでしょこれ。うわやば。温度も100度てます。なんで毛穴バカ、もう整いそう。素晴らしい素晴らしい、来たかいある。よかった、聞いていただける。いやめっちゃいいですね。宇都宮も行ったのこの間、はい、めちゃくちゃ良かったけ ど、 あなるほど、やっぱこのスカイスパシリーズがやばいですね。ということでもう我慢できへんな、サウナいただきたいと思います。サウナの前にやることあんでしょ、チェックインだろうが。部屋見ようよ。広っ。いきますよ。うわめっちゃいい。これなのよ、カンデオホテル。マジいいな、このふかふかのベッドのこの。ふかふか。で何がいいってここなんですよ。このゾーンあるとないとって全然ちゃうからね。要はほらさ、ちょっと部屋で酒飲んでから寝ようかとか言って、はい、俺の部屋で飲もうやとかいう時に、狭いホテルやったらもうテーブル1個なんですよ、うん、でこうベッドの上座ったりなんかして、で寄ったやつがそのベッドにこぼしたりなんかしたらもう最悪です。その点こうマルチにこう対応できますから。だからか、うん、そういう時高橋さんいつも俺の部屋にするの。別の部屋でいっぱい寝る前飲もうか。あー分かりましたわ、そういうことだったんですね。正解。でこれ見てよ、カンデオホテルとくまモンのコラボのサウナハットっていうの、めっちゃかわいい。ありがとうございます。じゃあ早速、お熊本城も見えるんですよ。見たい見たい。これレストラン、これ朝食ここで食べるんですよね。熊本城だ。熊本城じゃん。熊本城を見ながらここで朝食が食べられるというカンデオホテルの朝食マジでうまいから、楽しみ。行ってきます。行きましょう。なんで俺がお尻出してるか知ってる。熊の子見ていたかくれんぼ、お尻を出した子一等賞やから、やっぱ熊本ではお尻出していかんと。あ、そうなんですか。お尻映らないよって思ってる。あかんの、お尻って。お尻はダメじゃないですか。あかんの、俺のお尻でも。ああいいお湯や。じゃあ早速カンデオホテルさんのサウナいただきます。いただきます。よいしょ。うへい。いやいやいや、気持ちいい。で、このカンデオホテルのスカイスパのいいのが、夜になったら照明が薄暗くなってんけど、うん、ちょっとだけライティングされんねんな。おー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 。早速そのライティングされた時に雨降るやん、はい、その雨の雫がポンポンってこのお風呂のところに水面にパーンっていった時にファーって広がるのこの下のタイル、めっちゃ綺麗、なんか花火みたいな。だから雨の日の夜、最高なの。今日ちなみに夜から雨です。うわっ、ってことは見れる。俺らの花火大会は今日開催やで。あー出てる。出てますね。早くない？
早いやろ。全然まだ。よくさ聞かれるのが、サウナって一回何分入ったらいいんですか、うん、よく聞かれる質問なんですけど、うん、答えはないのよ、うん、というのも、うん、人によって汗が出る時間が違うから、うん、正直言ったら俺も別に水風呂行ってもいいのよ、うん、こんだけ汗出てるから。鉄見ちゃんまだ早い、まだ早いっすね、っていう。だから自分の体の汗を見て判断してほしいよね。お腹減ったな。もうお腹鳴ってるじゃないですか。サ飯は最高だ、こっからのサ飯は。で、サウナの1セット目、2セット目ぐらいで何食いたいかみんなで考えて、うん、みんなの気持ちを一つにして、うん、サウナ後の飯に向かうっていう。なるほど。俺は、うん、熊本だからラーメンかなと思ってます。なるほど。俺は何やったらラーメンと餃子とビール行って、あ、ビール行きます。うわいいな。でも俺ももうちょっと正直ラーメンの口にはなってた。いや討論したいな。ごめんなさい。もう一つになってたんですね。なってたんですよ。俺も来る前に飛行機でこう見てたりとかしちゃってたから討論したいけどな。じゃあ、うん、これは、はい、ラーメンは食べるやん、はい、さあ果たして餃子を何人前頼むのか問題。餃子は3人で2でいいと思います。あ、6個として、6個として考えたら2で12個で、1人33が9、あ、じゃあ3412、4、あ、違う3人か、え、6、3パ20、あ、違う3パ、あ、3612個だったら1人何個ですか。怖掛け算できるの、あれなんだっけな。3パ6424、あ、違う違う、3パ24、3パ24、サブ6 18、6262でできるんですよ。12割る3は、え、4ってことは124、あ、だから餃子4、そうやな、1人4で十分じゃないですか。え、お前マジでギリギリやん、割り算ちょっと、そうですね、割り算は無理ですね。え、72÷12できる。72÷12、うわ、無理だな。72÷12は無理ですね。いや、そんな俺果てしない問題出してないで。だから半分にすればいいのか、72÷12。あ、違う、それは2か。嫌なんだよ、こういう釣り方されるのも。100÷10 はできる。1。ちょっと俺無理なんですよ、もう。うわ。最高、もう向こう側。うわ。めちゃくちゃ汗かいた。おう。この寒冷できるのは最高の水をお前頭から浴びたら 72÷12 の答え出るんじゃないか。出ます。いいですか。はい。ああ、4、え、6や。ああ、すごいね。もうすでにこの旅に来てよかった。本当に良かった、幸せ、ありがとうございます。これがカンデーホテルに泊まるということ、大口の保険に入ってるようなものなんです。仮の話を頭の中で考えてみて、はい、この後ラーメン食べます、はい、美味しいですよね。餃子、ビール行きますよね。でその後カンデーホテルの前にパチンコ屋さんあるね。そこのパチンコ屋で CR エヴァンゲリオン4万負けます。でもここにサウナあると思ったらどうや。よくないです。よくないです。やめましょう、そのプランは。いやー、ということでこれさ、いつもさ、うん、ほんまに俺は好きな施設に来たら、はい、SSS に認定してんの。はい、ここも SSS に認定したいんだけど、S から始まるアルファベットの SSS でまとめたいな。あ、なるほど。今日だからちょっとお前にその権利を、はい、ここもまた SSS でした、うん、最高で、絶対に、あ、絶対に。
速攻最高で速攻刺激的だったぜ SSS 薄いわということでいいですか正直しょうもないことでも楽しめるサウナSSS ということにさせていただきましょうじゃあ僕のカットしてくださいいや最高ですこの後旅は続きますラーメンを食べることに決まりましたが、どこに…え？ラジオや誰かがラジオやあ、怖っ何ラジオどうぞどうぞ普通に熱い普通に熱いおおお悪魔的だめっちゃうまい